こんにちは。ボイスでプロファイリング、毎週火曜日、第4週の火曜日は私原井弥生がお届けしてまいります。皆様どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はね3月の26日ということで、もう間もなくね4月がそのあたりまで来てますが、はい、今日皆さんはどんなこの時間をお過ごしになっていらっしゃるんでしょうか。ぜひね、こちらにも耳を傾けていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ではでは、もう早速ですが今日のゲストをご紹介していきたいと思います。凛々しいでしょう。座ってらっしゃる姿もピシッ、背筋ピシッ、はい、ね、どんなお仕事をなさってる方なのかなっていうのをね、皆さん思ってらっしゃる方もあるかもしれませんし、はい、もうよくねご存知の方もいらっしゃると思います。いくつかのお顔がクリックリックリッとね、百面相のように変わっていくという、たくさんのお仕事をしてらっしゃる、今日は福岡拓司さんをゲストにお迎えしてます。福岡さん、こんにちは。はい、こんにちは、福岡です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあとにかく姿勢がいいですね。先ほどね楽屋の方でも私姿勢がっていうことでね、はい、直していただいてたら、今すんごくね体軽くて気持ちいいんですけど。よかったです。はい、ありがとうございます。心地いいが一番ですね。心地いい、心地いいんですよ。普通こう姿勢直してもらうと、あ、なんかこの辺がとか、普段ね使ってないところが突っ張ってきたりとかあると思うんですけど、今どこにも力が入ってないの、体に魔法をかけてもらいました。かけました、はい、ありがとうございます。そんなね、福岡拓司さんね、整体師というお顔と、それからエネルギー調整師、それからプロファイリング鑑定士、見込み客集客セミナー講師ということで、まあ、ざっと数えただけでも4つ今やってらっしゃるんですね。でも先ほどね楽屋でどんなお仕事をずっとしてらしたんですかって聞きましたら、両手で数えきれないです、はい、両足も使いましたっていうね、はい、今日どんなお話が出るのか楽しみにしてください。じゃあそんなね、福岡さんをご紹介した動画を用意してますので、まずは皆さんこちらをご覧ください。福岡さん、ありがとうございます。また素敵な言葉がいっぱい出てましたね。はい、福岡さんのモットーとしてらっしゃるところ、ではね簡単に自己紹介をお願いしてまいりましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、僕の方で言うってことですね。はい、そうです。はい、パチパチパチ、はい、生まれは名古屋の、はい、出身です。同じ愛知県ですね。はい、はい、そうですね、うん、で27の時に八王子に出てきて、はい、でかれこれ、今年で51になるので、お、はい、見えませんね、51歳。まあ、今は51で、あ、50ですけど今年51、今年ね、はい、今年51歳、はい、はい、という、うん、はい、もう50年も生きてきましたと、はい、いう流れになります。ね、50歳過ぎていかがですか、はい、人生50というところ過ぎると、どんどん楽しんでってるっていう状態に、はい、なってってます。一番楽しんでるとこどんなところですか。今瞬間というか、もうその瞬間瞬間がもう楽しいというか、うん、楽しい、はい、それに何かあの面白いことがあると、まあ、より一層楽しめるっていう、はい、まあ、うん、自分の軸が楽しいっていう、幸せっていう状態に、はい、まあ、なってるかなと。なのでまあ楽しいかなと。素晴らしいですね。昨日よりも今日、今日よりも明日が楽しいというね、はい、でそしてあの人のねお役に立てていく、お役に立ちたいっていう、
もうそういうところも素晴らしいなと思ってます。で、この番組でボイスでプロファイリングというこの毎月第4週はボイスでプロファイリング、後ほど福岡さんの声でのプロファイリングもしてみたいと思いますが、ここにね今ご用意してますプロファイリング、はい、このシートの中にも福岡さんっていう310億通りの中の一つが福岡さんのところに来てるんですよね、はい、でそういったところでも福岡さんは実は木という、ね、樹木の樹を持ってらっしゃるんですね。でそして紫という、ね、はい、パワーカラー持ってらっしゃるんですけれども、ご自身どうですか、木と紫。はい、まあ、癒しはふんだんにあるのかなと、はいはい、ね、思ってますよね、もう木がたくさんの中 で空間の中でも癒されてる、空間の中にいるの好き。好きですね。いいですね、はい、グリーン好き。そうですね、いいですね、はいはい、木の上に登るの好き。そうですね、まあ、ちっちゃい頃は登ってましたね。さすがに今登ってると、うん、なんなのかなとあの人はなんで登ってるんだろうと怪しまれるので登ってはいないですけど本当、ね、海よりも山が好き。あ、そうです ね、はい、森も好きっていう感じでしょうかね、はい、そうなんですよね。木の人ってもう本当に癒し、とにかく人に癒しを与えてくれる人、そして反面自分も癒されたいっていうのを持ってる方なんですけどね、どうですか。そうですね、うん、はい、おっしゃる通りだと思います、はいはい、でそして今メインでお仕事してらっしゃるのが整体師ということでいらっしゃるんですけどね、整体師って整える体って書くんですが、福岡さんのやってらっしゃる体の整え方はまたちょっと違うんですよね。骨格だけ整えるんではなくて。あ、そうですね、筋肉の深部までアプローチをかけます、うん、はい、まあ、それによって、はい、筋肉を緩めてないでいうと、緩めてない状態で矯正かけても筋肉がまたその方向に引っ張ってくれて、はい、また戻りやすいと、うん、なのでしっかりと筋肉を緩めた状態で、正しい骨格に戻すということをした方が、はい、まあ、その人にとっての細胞にとってよりいい状態に持っていけると。体にとってというよりは細胞にとっていいんですか。細胞にとっていい状態に持っていける。そうですね、うん、筋肉が柔らかくなるってことは、はい、血液の循環が良くなる、はい、ってことは酸素と栄養がいく、うん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 、これもう全部の臓器もその酸素と栄養がないと生きていけないので、はい、それを巡らせるっていうところを、はい、まあ、筋肉の深部まで緩めて、はい、整えるっていうことをすると、うん、もう全部のその細胞にとっていいよという。あ、そういうことやってらっしゃるんですね。だいたいお一人何時間、1時間の枠でまた次の方を見ている、うん、まあ整列治療なので、はい、時間という明確なものの60分だとかいう癒しの空間でもないので、はい、まあ、治療というその人の悪いところを治療しましょうっていうので、まあ、1時間の枠では回してますけど、うんうん、時間自体はまあ決まっているようで決まってないという流れになります。ということなんですね。施術するお部屋ってやっぱりグリーンが多いんですか。いや、茶系あ、だけど観葉植物置いてますよ。はい、観葉植物で、まあ、癒しのものとしては、まあ、はい、ありますけど。ありますね、はい、でもまあ茶色って言えば木の幹だからね。そうですね、木っていうとね、はい、そうですもんね、はい、で紫色持ってる方って結構スピリチュアル的っていう、はい、はい、ですね、ね、ライフプロファイリング、はいはい、そのねライフプロファイリングの鑑定もやってらっしゃるわけですから、はいはい、でご自身どうですか。おお、自分紫だ、おお、スピリチュアル系強いのかもって。昔は全くそういうのはなかったですね。なかった。なかったです。へ、まあ、どんどんそれが開花していってるっていう形かなとは思います、うん、もう本当にここ最近っちゃ最近ですね。へ、3年4年ぐらいに一気に開花した、はい、もう実感あったんですか。まあ、そっちに寄ってるなっていうのは、うん、どんどんそっちには寄っていったので、まあ、それが自然の流れで寄っていってるなっていう感じはありましたね。自分でもそうですね、寄っていってるなって、はいはい、選んでたんですね、自分でもそちらに。あ、そうですね、選ぶものとしては、うん、まあ、いろいろそのやってるものが違ってたりするので、はい、まあ、何が一番僕にとってよかろうかなっていうジャッジ精査はしてましたけど、うん、まあ、そっちの方向をジャッジしてるってことは寄ってってるっていうことだとは思うので、うん、まあ、そうですよね、はい、自分で自然に自然にそういう行動を、はいはい、起こしていってるってことは、はい、何がいいのかなっていうのを、うん、まあ、ジャッジしに行ってる時点で、まあ、そっちの方向にはだいぶ寄ったのかなというふうに思いますね、
ね、ライフプロファイリングそのものも魂が持っているプログラミングされている魂がねこう出てくるとき、うん、はい、でそちらに近づけていくとものすごくお仕事もしやすくなったり自分の人生の成功パターンに入っていったりということで、もうそれを数字とか言葉で見える化してくれているものなんですね。このねライフプロファイリングを手にしたとき福岡さんどうでした？おお、まさにでした。おおでした。そうですね、まあそこの材料があるんだなっていう、うん、まあ、確認的なもので、はい、まあ生かすも殺すもまあ自分次第だなという、はい、まあ、なるほど、はい、まあ、皆さん生かしてない方もいるし生かしてる方もいるし、はい、まあその人がハッピーならいいのはいいかなと、うん、はい、ご自身はまあこれでハッピーになるならいいかなぐらい、あ、そうですね、うん、まあ材料なので、はい、その材料としては知って行動するっていう一つのレシピ、うまく料理をするのに、まあ、一つのこのレシピがあれば、まあこのレシピのその調味料がいいものだったらより美味しくなるしとっていうのを一つの材料としては一つ知ってると知ってないとでは違うかなと、うんうん、違うかなと、まあ、いろんなものが世の中選択肢としてはあるので、はい、まあ、いろんなものの一つの材料としては、うん、これはこれで材料として知っててそれを生かすか生かさないかもその人の人生だし、うん、はい、ということなんですね、はい、生かした方が、まあ、スムーズにいくかなとは思いますけどっていう、うん、でそう思う自分のものを手にして読み解きしていただいたら、はい、おまあ生かすもうん、まあ自分次第だな、そうですね、はい、意外に淡白っていうか、あ、そんなまさにとか、これは、これは違う、全然そういう反応じゃなく、あ、男性そうなんだねぐらい、はい、男性の脳みそがやっぱりあるので、うん、女性のもいっぱいあるとは思うんですけど、はい、この辺はやっぱり思考で、うん、そうねっていう、なるほど、はい、女性みたいにその、うん、自分のうわ素敵うわうわ何みたいなそういうのはなかったと、はい、そうですね、うん、うわそうなのみたいなこの感激みたいな感情のものではなくなかったんですね、あ、そう、まあ、そうなのね、うん、そうなのね、いい、はい、そっかそっか、これが自分の魂のプログラミングなんだな。それ何年ぐらい前ですか？これが新式さんに会ったのが2年、うんくらいかな、うん、かれこれ2年ぐらいだと思うので、うん、はい、うん、2年ぐらい前にこれを知りと、うん、まあ、だけど僕出している今のプロファイリングは本当に今年の1月にお正月に実家に帰り、うん、はい、母子手帳を見て、はい、ちゃんと出したものと、前はその何々区まで名古屋市中川区ってとこだったんですけど、はい、そこで出したものとちょっと違う鑑定にはなってるので、そうなんですよね、はい、これね、緯度経度どこに自分の魂が降りたかっていうことで、やっぱり緯度経度がものすごく大切なんですよね。で、緯度何分っていうところの1分違うだけでも違うデータ的に出てきますから、よりじゃあもう自分っていうことで出たんですよ、はい、よかったですね、はい、半分ぐらいは合ってて、うん、半分ぐらいは合ってなかった状態で、はい、あ、これはだいたいそんなに変わらないなと、うん、だけどここはもう変わってんなっていう、うんうんうん、いう状態のものとしてまた新しく出したと、うんうん、あ、じゃあこれが今の自分なのねっていう、はい、出ましたか、はい、じゃあ多少はこう感動が変わりましたか？やっぱりこれですよ、そうです、うん、これが福岡さん、そうですね、ね、はい、うん、ものすごく冷静淡々と、きっとそういう感じがお客様、施術にいらっしゃるお客様って言っていいんですか、クライアントさんですか？あ、そうですね、まあ、患者さんです ね、患者さんね、はい、うん、もうそんな感じなんですか？あ、人それぞれだと思います、ね、だからいいんでしょうね、はい、きっとね、はい、お願いしますっていう方にも、あ、ただこれ、うん、僕のやってる波動が合ってないと、はい、もう来られなくなるので、やはり波動大切なんですね。あ、もうそこだけだと思います。技術スクリューはもう上げてるので、はい、痛みとかは取りますっていうところで言うと、まあ、はい、痛みが取れたらもう役目終わりじゃないですか、はい、その人にとってはもう痛みが取れてるので、あ、そうね、痛み取りたくて、はい、治したくて行くんですね。そうですね、まあ、それが治ってるか治ってないかで言うと、うんうん、また痛みの根本の原因はあるので、うんうん、まあ、当然それ、はい、根本のものをお伝えも当然するので、はい、これはもうただ単に僕が理解をしてもらうところまで、はい、小1時間ぐらいかけて脳にちゃんと理解をするまでお渡しをするんですよ。だから次来なくてもいいけどと、はい、で痛みは取るけど
なんと商売気がないという、はい、まあギブするだけなので、ね、ギブの人なんですよ ね、はい、そうですね、はい、なのでまあ次来るところでまだ骨格も悪い骨格には戻されてってしまうから、また痛みの原因としては根本は治ってないよと、はい、まあ、ただその痛み自体が取れてるので、はい、まあ、そこの一端のところとしてはまあ僕の役目は終わってるし、はい、目的はその方が果たしてるので、はい、まあ、それで一回で来られないって方もいっぱいいますし、うん、それも波動ってことですか。そうですね、はい、向き合うっていうところで言うと、僕は向き合った方がいいよっていうプレゼンを当然してあげるので、はいはい、プレゼントを受け取るか受け取れないか、うん、ただそれだけっていう、うん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 、ああなるほど、そうなんですね、はい、もうプレゼントを受け取ってもう十分満たされました、体も喜んでますっていう方はそれっきり。あ、そうですね、うん、はい、ただまあまた痛みとしてはいずれ起きるので、はい、またいずれ起きてくる方もいれば、はい、はい、来ない方もいるわ。あ、その時にまた福岡さんを思い出してお願いしますって、はい、ねえ、と、まあ、向き合いましょうねって言って向き合い始める方もいれば、はい、またそれで一回こっきりでっていう方もいれば、うん、いらっしゃる、はい、うん、でもそれはそれでっていうことなんですね、自分の縁っていうよりは波動が合うか合わない、はい、そうですね、あとはもう性格的なもので言うと僕が出してる波動で、はい、嫌な方は本当に来なくなるので、なんとなく感じるものなんですね、これ良い悪いではないんでしょうけれどもね、うん、そうですね、分かりやすいもので言うと、お金お金してる方は僕はしてないので、はい、そこがそうなんですよね、はい、お金の切れ目が縁の切れ目とも言うし、はい、まあ、そういうのでお金お金してるとその波長はやっぱり違うので、はい、で日本で言うと、うん、お客様は神様的な考えの方はやっぱりそのお金に寄ってるので、はい、うん、そういう方は僕とはやっぱりちょっと波長が違うので、そういう方は、うん、ちょっとな、うん、って言って自然に来なくなる。例えばお金お金してるっていうことは、うん、施術する側の先生もお金お金、そして受けに来る方もお金お金っていうことですか。あ、そうですね、そうすると波長合ってると思います。あ、そうすると波長が合う、はい、あ、はい、でお金じゃないよって福岡さんはやってらっしゃる、はい、お金いただくって、うん、最初に来た方に、はい、あなたがちゃんと理解をするまで僕はお金をいただかないで、はい、付き合いましょうってことをまずするので、すごい、はい、だからもうお金ではないですよね。だし一人やった方がお金になるので、はい、あなたのこの先の人生にとってはこれはめちゃめちゃ必要よって言って、施術の技術落とし込み痛みが取るよりも僕は最も価値があると思って、はい、その人にお金をいただかないでギブしてるだけなので、はい、うーん、はい、これからの先の人生健康で長生きして、はい、まあ、本当に健康寿命で寝たきりにならないっていう状態にするためには、はい、っていうところもひっくるめてお渡しはしてるので、はい、そこまで、はい、でお仕事になってんですか基本的にはそれだけで一馬力でなんとかどうにかっていう気もないので、え、どういうこと？だって僕のこの右腕がなくなったら施術はできないじゃないですか。はい、大切な右腕。と、はい、いうことはそれではない状態を、はい、いろんなとこからのものとして入る動線を作っておいた方がいいという考え方。それでこのいっぱいお顔があるわけですね。そうですね。エネルギー調整士、はい、プロファイリング鑑定士、見込み客、集客、セミナー講師、講師まで、はい、なんかもう柱をいっぱい立ててるわけですね。だけど全部人に寄ってるというか人にフォーカスをしたものとしては入れて、はい、そのお伝えをしじゃないけど、まあ、ギブできるっていうところのギブの精神、はい、もう本当福岡さんってねギブの精神なんですよ。で私もね声でプロファイリングという声でのチューニング読み解きもさせていただいてる。そして実は福岡さん私のこうやってる新式アカデミーの波動ボイス学校に来てくださってるんですね。はい、もうありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。本当にそしてね学ばせてもらってます、はい、もうありがとうございます。学んでいただいて質問がね違うわけですよ。いや僕普通に質問してるだけだと思います。いやこのね質問のね観点がね違うんですね。はい、一緒にね学んでくださってる方もおーとかああーとかあなるほどとかで私もいいとこ来ますねって感じで楽しくてしょうがないですけどね。もうそういうで声の読み解きをさせていただくチューニングさせていただいてる時で もう福岡さん愛にあふれてるんですね、はい、でもこうやっておっしゃってるけど仕事は大好き
そうですね、大好きです。それが出てるんです。いやもう仕事なんてって言ってる感じでも仕事が大好きで、仕事が大好きっていうとどうです、皆さんどんなイメージ持ちますか。やはり一生懸命頑張って、仕事イコール何のためにしてるのっていうと、自分の生活のためとかお金のために働くって、どうしてもね、人間でいる以上、この地球にいる以上、どうしてもねお金っていうのが交換ツールになってますから必要思うんですが、福岡さんに私興味を持ったって言ったらすごい失礼な言い方かもしれませんけどね、はい、声のチューニングからこう来ると、あれ仕事大好きなのに何これって、そういう悪いわけじゃないですよ、なんでこれだけ愛の人なのっていう、うん、クエスチョンが出たってことですか。そうなんですよ、今までの方のこう読み解き、声のねボイスで読み解きしてるのとちょっと違うんですよ。だいたい仕事が好きっていうことをどんどん伝えてきてくれる、声が伝えてきてくれるんですね、うん、あそうだよね、今もこうやってこの受講中も受講してくださってるけど、あ誰かのこと考えてるな、あ今結構お仕事のことすごく頭にあるなとか、あこの後終わった後遅い時間ではあるんですよね、であのこの後お仕事なんですねって聞くんですね。でも大体もうそれが9時過ぎてたり9時半ぐらい、でもこの時間にお仕事またこの後するのとか思って聞くと、はいこの後10時から、はい、とかね、はい、10時半からとかおっしゃって、あだからねって思うんですね。なんで仕事モードには入っていて、常にそのお客様クライアントさんのこと患者さんのこと頭から離れてないんだろうけれども、でもこっちもう一個の方から来るこの温かいこのね愛で、人のことをこうすごく人のことばかりに気持ちがいっている、これが何なんだろうと思ってたんですよ。だから今日は絶対出ていただきたくて声かけありがとうございます。これシンプルだと思うんです。シンプル、はい、めっちゃんこ。どんな風に、だってお金というものはもともとなかったので。もともと福岡さんの中、ご自身の中にお金はなかった。違います、そういうないじゃないんです。皆さんにです。皆さんにない、だって何代か続いたらもうお金というものがなく物々交換してたので。そうなんですよね、はい、このお金にこれだけの価値をつけましょうっていうのは決めたわけであってね。そうです、国が決めてるから、日本円っていうものが、うん、はい、じゃあ1万円は1万円の価値ですよ、はい、じゃあ1万円という価値に似合うものとしては交換しましょうねっていうツールっていう、うんうんうん、そこにフォーカスがほぼないので。まあ、確かにね、昔はねこの大根1本に対して、着物1個に対して、このカバン1個に対して、自分で価値を決めなければいけなかった時代、これが面倒くさかったので、たお金になったって聞いたことがあるんですよ。これも僕の概念が違うんですよ、うん、どんな概念、面白いですよね、はい、皆さん今日はねちょっとお話、僕が大根を作りましたね、はい、これ手塩にかけて作りました、はい、それを相手に差し上げる、はい、ありがとう、うん、何これいいのって言って何か渡したくなると、はい、うん、もっといくと多分そこだと思うんですって。うーん、なんか概念はないじゃないですか、お金を稼ぐっていう概念がそもそもそこにはない、ないです。そこなんですね。そこです、福岡さん、はい、すごい、今なおそれで、はい、だからなんですね。だって時間軸の、うん、人間の時間軸で言ったらお金という歴史はまだめちゃめちゃめちゃんこ浅いので、まだ浅い、はい、その脳みそに皆さん引っ張られてるっていう認識を僕が持ってるっていう、はい、昔は全然違うじゃないっていうという認識を僕の中で持ってるっちゃ持ってますね。それいつ頃からそんな認識持つようになったんですか、そういう認識。あ、それもやっぱりエネルギーの方向に行ってからですね。エネルギーの方向、はい、まあ、いろいろ知識は入れたいので、やっぱり男だし、はいはい、アクティビティレベルも低めなので、はい、やっぱり情報を入れて精査して進みたいっていうタイプではあるので、そこら辺で、まあ、いろんな知識だとかは入れて、はい、どうなのかな、生き方的にはこれを追っていいのかな悪いのかなって、これをこれはやら追わない方が多分いいよねと、じゃあ逆の方をやった方が自分にとってはいいよねという、うん、僕の中で完全に軸としてはお金が一銭もなくても生きていけるっていう。固まりました、はい、ありえない、はい、あ、ぶっちゃけですよ、はい、僕こうやってエネルギーをお渡ししたじゃないですか、はい、まあ、うわあったかくなってすごい最高って、楽屋で、はい、うん、っていうことは、はい、僕今日泊まるとこないんですけどって言って
ったら、はい、じゃあうち泊まっていくっていう人がいるかいないかで言うと、あー、いるかも。そうです、いるんです。でご飯を食べさせてくれるわけですよ、はい、入れてもらって、最後めっちゃ元気になってる、もうすごいって、これもうどんどんもう食べて寝てってねって、明日までゆっくりしてっていう風なことにお金使わなくてもなる、はい、なるほど。もうギブアンドテイクであり、ギブアンドシェアでありっていうことですよね、はい、そこの関係はいいですよね、うん、いいですね。だって止めていただけるってところは、止めたいから止めてくれる、はい、僕も止まるとこないから、その必要性としてはその方がしてくれたっていう、ギブをしてくれてるっていう関係なので、はい、お互い細分とって幸せ度は幸せでいけるっていう。そうですよ、そう、今時こういう方がいる、すごくないですか。素晴らしい、そのままで生きてますもんね。そのままです ね、もう感覚のまま、本能のままかと思ったらまた違うんですよね。そこでもない。そうですね、そこでもないですね、うん、ねえ、はい、もう本当不思議な方です。まあ、一番は自分大好きで自分愛してるので、はい、自分の細胞を痛めたくない、痛めつけたくないと。あ、自分が大好き、はい、自分が一番大切だし、はい、だから自分の細胞を痛めたくない、はい、だからそれが根底。そうです、それだったらお渡しできるっていう状態なので、はい、それじゃないとお渡しできないっていう、僕があまりにもストレスをためすぎてたら、そんなお渡しなんか待ちなく、そうですよね、はい、できない。それをお渡しされた方が困るよね。困ります、そうです、ストレスいただきたくないです、 です、はい、という波動を相手に乗せない乗せない、はい、送らない。だ、あのね、人間って感情の動物ですよ。世の中いろんなこともありますし、いろんなことは接しますよね。そうすると微妙にこう気持ちってこうなんとなくあっちへこっちへぶつかってみたり、こんな揺れ動くものなんです。どうしてるんですか。まあそんなに気にしない。気にしない。だって相手は変えられないじゃないですか。そう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 、だからもう気にしてもしょうがない、はい、相手変えようと思ったら、はい、またいざこざじゃないですけど、そう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 、あのバチバチっと何か起こるので、はい、起きる、はい、まあね、相手を変えようというのは、まあ、そもそもそんなには思わないんですけど、はい、私もまだけどそれが受けるってことは、うん、はい、自分が受けたっていう受ける要因としては、はい、その要因が相手のものとしての伝わってる要因としては、はい、ここに何か変えてほしいなっていう意図は少なかれどあると思うので、うん、ありますよってことはないっていう。もうどんどん聞きますよ、はい、福岡さんは今は整体のお仕事してます、はいはい、あっちこっちが不調、はい、ね、で病は気からと言われるように、はい、体がどこか調子悪いということは、うん、その部分のどこかの気持ちの部分もちょっとだけこう病んでたりとかするところが体の反応に出て、うん、そこがちょっとある境界線を越えると病気、うん、病みたいになるって言われてますよね、はい、はい、ね、はい、言われてますですよね、はい、で福岡さんのところにお願いしますっていらっしゃる方は、うん、どこかしら何かしら、はい、っていうことでいらっしゃるわけですよね。そうです、間違いないですですよね、はい、だけどそれもどうしてるんですか。どうしてると思いますか。そういう方がいらっしゃって、はい、でいっぱいお話もされるっていうことですよね。いっぱいお話ししますね。ずっと僕が話してる方が多いぐらいお話はしてます、ね、でいっぱいお話も聞く、うん、そうすると自分の中で全く影響がないってこと。影響はないです。僕の軸があるので。でお相手に寄り添っていくこと、福岡さんの強みですよね、うん、そうですね。寄り添っていくけれどもブレることはない、うん、そうです、まあ、軸があれば何者めちゃんこその何千年という樹齢の木って、はい、あの、はい、1年2年の木よりかは風、はい、雨が吹いても、はい、当然倒れるリスクとしては少ないですね、はい、これ軸幹が大きなものとしては、はい、っていうような認識かなと思います。なるほど、すごくこう勉強になるし、現実に理想と思っていたところが現実にそこができちゃってる福岡さん、すごいな。ちょっと後半もう少しそのあたりをどんどんと深掘っていきたいなって思います、はいはい、もっともっといっぱいお話ししてくださいね、はい、ありがとうございます。はい、ではその前にこちらをご覧いただきましょう。どうぞ。
ボイスデープロファイリング、はい、第4週の今日は福岡拓司さんをお迎えしてお送りしております。はい、パチパチパチ、整体師でありながらエネルギー調整士、プロファイリング鑑定士、見込み客集客セミナー講師、そしてあと今まで携わってきたお仕事も全部教えていただいたのに両手両足はい、そんなね福岡さんをお迎えしてるんですけど、いや、あの前半からね見ていただいた方、これね頭では理解できるね、それはできたらいいよねって思うけど、実際にできないのが人間、それをやっちゃっているのが福岡さん、はい、ここからねご覧いただいている方何って思われると思うんですが、はい、一切皆さんからの影響も受けない、でそして自分はもうまっさらピュアな、もう透明感のある、そんな状態ですか、色で例えるなら、うん、そうですね、まあ、ね、ストレスも影響も受けない、はい、自分にストレスは、うん、まあかけたくはないと皆さん思ってると思うんで、まあ、僕もそう同じくかけたくないので、はい、まあ、自分に素直に生きてますっていう、ね、でちゃんとエネルギーをお渡しするのにも、うん、自分の中にでもちょっとでもストレスがあったりとか、うん、何かねこうマイナスの部分があったらそれもお渡ししてしまうことになるから、それをゼロの状態に常に保っていながら、そしてお客様患者さんと接しているっていうことなんですね。でちょっと一つ聞きたいんですけど、うん、ゼロの状態も自覚してるわけですよね。ゼロの状態と言いますと、うん、そのストレスがないとか、あ、そうですね、自覚してますね。ね、はい、それどこでわかるんですか、どうやって自覚してるんですか。ちょっとだんだん私も意地悪になってきたよ。 脈ですね。あ、脈、はい、ちょっとイラッとしたら脈が上がりやすいのか、はい、下がりやすいのかで言うと、イラッてすると脈で血圧みたいな感じでちょっと上がります。脈拍上がりますね。脈拍の数？脈拍の数。だから乱れるわけです。乱れる。はい、はい、早くなる。だからもっとカクカクすると血が昇るっていうじゃないですか。頭に血が昇る。はい、言います言います。まあ、それはもう乱れてるので。乱れてますよね。はい、ってことは、はい、もう細胞全てにとってよろしくない。そう、よろしくない、はい。そこまでいけばわかるんですよ。はい、でも本当に微妙な差のところってあまり自分が乱れてるかどうかも、うん、わからないところってありますよね。あ、そうですね、はい、そこはまあ皆さんの気づき方なので、向き合い方だと思います。向き合い方、はい、どんどん自分にその脈拍を感じる方は多分いないじゃないですか、はい、今どのぐらいのものとして脈を打ってんだろう、そこの感じ方、そう、気にならないので、はい、まあ、だけどそこにどんどん向き合うっていうような概念が、はい、うん、わかりやすいのかなと思います。おお、じゃあ常に今どのぐらいのテンポで脈が打たれてるかとか意識してるってことですか。はい、あ、そうです、だからもうすごい、はい、あの怒ると当然上がるじゃないですか、はい、上がります。で僕もテンポが速い方なので、うん、はい、瞬間にやっぱりあの昔はどんどんワッと切れるじゃないけど、はい、ワッとなってワッと下がるっていう、うん、これは多分体によろしくないよなと。よろしくないよね、はい、なので、まあ、うん、なるべくやめようと、なるべくやめようで、やめられるものなんですね、はい、そうですね、やめられると思います、糖質取りすぎたら糖尿病になるじゃないですか、はい、血液の中ドロドロになりますね、はい、それをやめた方がいいと思ってやめれない方は中毒になってる、はい、中毒までなってなければ、うん、やめた方がいいんだったらやめれるじゃないっていう、いや思うんですよ、うん、私も甘いもの大好きなので、うん、甘いものも食べるんですね、うん、でカステラとかプリンとか大好きなんですよ、うん、クッキーとかね、うん、で分かるんですよ、やめた方がいい、でもやめようって思うと逆にストレスになる、うん、それはまあその入れるものとしても多分依存しているので、依存、はい、多分依存レベルには自分で食べ物の好みは依存、依存っていうまあ、うん、作られているものですか、はい、カステラもプリンも、はい、これはお人間の体にとって、うん、美味しいイコールよろしくないっていうものの方が多いので、添加物系がいっぱい入っているものなので、それは味覚としてそのものに寄せられちゃってると思うので、添加物に寄せられてるかもしれない、うん、はい、お、添加物ないのがいいな、そしたら、そうですよね、うん、その自然のまま入れてあげれば自分の細胞にとっても、はい、まあいいですよね、はい、悪いものは入れてないという、あ、じゃあそういうものにも反応してるかもしれないんですね、はい、それで、そういうのも入れないってことですね、なるべく入れない徹底してますね。まあその方が何ていうんですかね、その作られた作られた、はい、お塩もめっちゃ効いてますとか、はい、めっちゃ甘いですっていうものは、うんうんうん、まあ食べても美味しいっていう概念はなくなってるので、はい、
なのでその辺の自然のものの方が美味しいっていう概念にはなってます。口の下がそういう状態には。確かにね、うん、舌って変わりますよね、うん、変わります、はい、しばらくの間こう、ね、食べてないと食べたと瞬間に違う味が感じちゃったり、うんねうんうん、あります、うん、あります。もう水でも味はありますもんね。ありますあります、はい、うん、まあ、なるほど、うん、できたところのやっぱりずっと長い年月かけてしか舌に来れないっていうのはやっぱりいろんな要素としてはもうね、エネルギーもそうですし、うん、カルシウムやら、はい、ね、まあ、いろんなマグシウムいっぱい入っている、はい、まあ、だけどそのままストンときたやつはなかなか入ってないので、うん、全く違うと、はい、そっか、そうよね、うん、健全な精神は健全な肉体に宿ると。そうですね、もうね、昔から言われてますから、はい、体の状態を整わせていくことが、うん、すなわち自分の状態もキープしておける、うん、ということなんですね。まあ、福岡さん、そういうふうになろうと思ったのいつ頃、何かきっかけがあったんですか、生まれた時から。いや、これ添加物はよろしくないなと思ったのは、うん、その時点では分からなかったんですけど、はい、僕は深夜コンビニでバイトしてたことあるんです。はい、そうなんですね、はい、そうすると、はい、廃棄は持ってっていいよと、はい、持ち帰ってあの自由に食べてねと、はい、で持ち帰って食べてます、はい、でほぼほぼコンビニの弁当だとか、はい、まあ、サンドイッチだとかっていうものになると、はい、その時に、花粉が飛び始める時期、うん、まあ、杉花粉が、はい、まあ、3ヶ月ぐらい飛んでますよと、はい、ずっと咳込んでたんですね、はい、分からなかったです、なんで咳込んでるのか。お、まあ、はい、ずっとジャブのように聞いてくるわけですね、3ヶ月も咳してたら、まあ、はい、もう寝ても覚めてもずっと咳をしてると、はい、で、ある程度分かってくる時で言うと、あれってこれ花粉だよなっていうふうに、うん、気づいた、気づきましたね、はい、花粉だ、はい、花粉だと、はい、で入れないに越したことないなと、はい、添加物いきなりガツンガツン入れて出せるよりも入れるものが圧倒的に多かったので、肺に入ったものは出したいと、はい、で入れないようになるべくしていったんですね、はい、この入れないこと自体がもう世の中ね、今の世の中でかなり難しいところだから、入れたらもう出す力があったらいいなっていうのもね、はい、思いますよね。コンビニでもね本当に便利ですしね、ついこの前も私もあ、美味しい、これ食べたかった、結構利用させていただいてる私ですけどもね、はい、まあ、それが断捨離にもちょっと似てるのかなと思います、うん、はい、まあ、断捨離して、はい、あのすっきりすると気持ちもすっきりするじゃない、うん、まあ、それは体もそのすっきりするっていうところで、はい、まあ、出せれば出すほど体の中はすっきりするっていう、はい、うーん、なるほど。でそれだけの福岡さんは今どういうことで自分を満たしてるんですか、気持ちの上。まあ、僕はそうやって痛めない状態にしてるので、うん、痛めない状態、はい、ただまあ僕の状態としては、まあ、まずは満たされてると、はい、で満たすっていうところでギブすると喜んでくれる、はい、ギブね、はい、そうすると喜ぶじゃないですか、はい、喜んでるものがまたいただけるので、はいはい、だからある意味ギブしてるようで、はい、もらってるみたいな感覚。うーん、でもそこがもらえるからって言ってギブする逆はしないのよね、自然にギブしてるからもらえてくる。あ、これは計算もなく、計算もなくじゃなくて法則として知ってます、ね、法則なんですね、はい、ギブをすると出すが先、今度は、はい、出すといただける法則がこの世の中、はい、そうです、宇宙の法則ですか、はい、宇宙は勝手にビッグバンが起きて勝手に出してるじゃないですか、はい、勝手に広がってる、勝手にどんどん、ね、はい、広がってるらしいですよね。その惑星も一つじゃないですか、はい、勝手に出している、はい、勝手にできてる、はい、勝手に、はい、私たちだってそれ勝手にできてますね、うんうんうん、人間が宇宙をくれみたいなことはないじゃないですか、ないですね、はい、おー、そっか、これがもう自然、はい、はい、で私も生まれる時には当然羊水を出しているので、はい、先に、うん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 、出さないと酸素は吸えないと、はい、で電車に乗る時もまず出ていただくと、はい、出入り口、入り出口とはなってないので、はい、出入り口なので、はい、まず出すと。出入り口と言いますね。呼吸でもそうです。呼吸なんですよね。あのレントゲン撮るとき、はい、吸って止めて吐いてとか言われるんですが、呼、うん、って吐くっていうでしょ。吸は吸う。だからやっぱり吐く。そうです。吐かないと吸えない、まあ。そうです。はい、もう全部だからもう最初に生まれた吐くのが先。羊水を出して吐くで吸う。だからもう全てが出す。はい。だからギブもする、はい、愛も出す、はい、計算ではなくその法則にのっとって、そうですそうです、はい、その方があの自然なので心地よくなる、はい、皆さん逆のことをしようとするからするほど、うん、
心地悪くなる、ストレスも溜める、細胞も痛める、なるほど、イライラもするっていう、はい、あそうだって入らないとイライラするじゃないですかっていう、なんだよって、やったのにやってくれないのかみたいな、はい、だから出してるようで、はい、入れたいから出してる、これ入れるが先よねっていうなると、なんだよやってあげたのにやってくれないじゃんが、あ、はい、出してるようで、はい、入れてる、あこう私も思ったんですね、お金ができたらあそこに旅行に行こう、はい、お金ができたらあの洋服買おうとかね、お金ができたらまずできること先にしてるから、結局はいけない買えないみたいな、うん、でも先に出して、お金もそうですよね、出すと循環して入ってくるって言われてますから、あこれはお金の軸がまだいっぱいあると思われるので、あそうなんですか、はい、だって僕い行きたいと思って、うんはい、お金がなくても、はい、誰か行ける人がいて、はい、僕という人が楽しく一緒に行きたい人だったら、うん、多分連れてってくれるので、はい、そこか、もうなんというこのナチュラルであり自然でありね、はい、一緒に行きたいよって、いやお金ないよ時間はあるけど、はい、じゃあ一緒に行こうよって なる可能性があるじゃないですか、はい、はい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 、はい、ありますあります、はい、そこね福岡さん、もうそこで生きてる、そしてそういう気持ちになる、うん、そのきっかけって何かありましたか、生まれた時からではきっとないだろうと思いながら聞いてます。そうですね、お金は大事なのでお金は、うん、稼がなきゃなとは思ってました、ものすごく、うん、あの愛を、あ愛になった愛を伝えて、うん、ギブをしたら、うん、そしたらね自然にそういうもんだなって教えてくれる人もいました、いました、はい、教えてもらったことによって気づきがあったんですか、あそうですね、あ情報としては、うんうん、あそうだねと腑に落ちたので、うんうん、じゃあその通りやった方が、はい、それはいいんじゃないっていう、はいっていう流れもありましたね、でやってみたと、はい、そしたらそうだった、そうですね、どんどんそっちに行って居心地が良くなった、居心地が良い、はい、でそして人のお役に立ちたいって、先ほどのね一番オープニングで見ていただいた福岡さんの動画なんですけどね、紹介動画、はい、人のお役に立ちたいとかね、そして人のお役に立てることにフォーカスして今生きてるっておっしゃってるのか出てましたよね、人のお役に立てることにフォーカス、すごいですね、もうそこだけですか、あそこだけですね、今はもう本当にそこだけ、うん、役に立ったってことは僕の価値がそこで出てるじゃないですか、はい、はい、価値が出てるってことはその人にとって必要なものなので、はいはい、ってことは僕という人間は嫌いにはならないですね、ならない、はい、ってことは僕に集まってきてくれる可能性の方が高くなりますね、はい、うん、ということは、はい、自分がこれをやったらあの方にお役に立てるだろうではなくて、うん、あの方のお役に求めてるもの、うん、それを感じ取ってしてるって感じですか、あそうです、あもう、そう、だってもう ギブだけじゃないですか、出すだけなので、だって、はい、逆に言ったら行き過ぎたら押し付けになっちゃったりとか、相手が望んでないことだってありますよね、うん、はい、まあ、それはその受け取り方なので、そういう人がそういうふう受け取りをしたらそういう人だね、でそれでよしと、はい、いうことで、だからあげたとかね、してあげたやってあげたがないわけですよね、うん、でもつい計算でいくとしてあげたのにしてくれないっていうね、うんうん、くれないくれないくれないなん、まあ、くれくれくんってやつですね、くれくれくんそれだとこうね変わっていかないと、うん、まあ入れるが先になっちゃってるので、入れるが先、はい、あ結局してる出してるようでいて入れてるわけですね、そうです、あの心の中は入れるです、なるほど、やってることはだんだん耳が、はい、痛くなるぐらいに、やってることは出してる風、うんうんうん、だけど人は察知するじゃないですか、はいはい、あこいつ入れてんなじゃないけど、あの見返りを求めてんなっていうのは、はい、それすぐ声にも出てるんですよ、はいはいはい、まあ、だからそれはもう一回じゃ読み取れないかもしれないけど、うん、まあ、何度か付き合っていけば、あこの人そうねっていう、うん、はい、見返りを求めてやってんのねっていうのが分かれば去られちゃうので、はい、そうですよね、はい、そんな福岡さん、やはりね一度ちょっと深くねお話を聞いてみたいなと、そこがもうブレてないから、だから体もぶれない、ね、そうですね、エネルギーもぶれない、はい、そんなね福岡さんなんですけどね、今後自分の人生今50になられて、うん、間もなくね51歳、今年は51歳になるっておっしゃってましたけれども、うん、これまだ人生半分来てないですよ、あ僕は、うん、今後どんな夢を持ってるんですか、今の設定で言うと300という設定になってるので、はい、300歳、はい、まあ、エネルギー使ってエネルギー入れてるし、はい、あの1日1食にしてミトコンドリアを働かせて細胞も老化しないようにしてるし、はい、まあ、物理的に再生量っていう分野ももうどんどん西原法で
わっとあの体を細胞を元にどんどん戻して元気にするってことも分かってるので、はいはい、まあ、そうするともう老化イコール病気っていう概念なので、はい、まあ、自分がどのくらいの年齢まで生きたいのかで、うん、もう設定を今300まではちょっと300までいけそうだと、はい、すごい、 いけるんじゃなくて設定がそれになってるってことですね。設定が、はい、500に設定があったら500になっちゃうっていう。300を設定、これ自分で設定しちゃえばいいんですか。そうです、まあ、自分の人生ので。じゃあ私いくつにしようかな、うん、そうですね、はい、だけどまあやるものとしては、うん、さっき の, あのお砂糖だとかいっぱい入れすぎちゃうと、はい、体はどんどん病んでいってしまう、はい、やだ、どうしたらいいんでしょう、はい、甘いもの好きな私は。そうですね、そういうものと、まあ、向き合ってあげるっていう、はい、自分に向き合ってあげるっていうのはやっぱり必要かなと思います、はい、今あの福岡さんがねエアモニを下へ落としまして、はい、失礼いたしました。だんだんエネルギーが上がってきてます。でも本当にね、福岡さんのそばにいるとね、すごいもう暑いんですよ。このスタジオの中も5度ぐらい温度が上がっているような、うん、10度ぐらい。そうか、300なら300と設定をしていく、はい、 そうですね、そして1日福岡さんの場合は1食、まあ、これはねあの人それぞれだと思うの で、ね、はい、マネはね、うん、あのまた福岡さんに相談してそしてされたらいいと思いますけど、福岡さんね、あのこう施術受けてみたいなっていう方はぜひどうしたらいいんですか。はい、あの良い予約をしていただければ、はいはい、なんかこうホームページとかありますか。ホームページあります、はい、ホームページに飛んでもらって、はい、あの予約フォームないし入れていただければ、はい、僕の方で後で返信をしますので、はい、サロンのとか施術の名前、あ、福岡はひらがなですね、はい、福、僕はもう名字が福岡県の岡がひらがなので、はい、なお福に岡がひらがなで生態というふうに検索してもらうと、はい、まあ、僕のホームページがヒットしますので、はいはいはい、でぜひですね、このプロファイリングっていうのを読み解きしてくださる鑑定士ですから、この魂にこうもうプログラミングされている、そこも読み解きながら体も見てくださりながら、そしてあなたも ありがとうございますね、はい、今ねちょっと出してくださってるんですけど皆さん見えますかね、はい、こちらです、こちらです、福岡生態、はい、こちらにぜひねご連絡ください。施術中のお顔は真剣ですね。そうですね、同じ方と思えない、はい、はい、そうです ね、 ね、はい、ですね、足技から放たれた究極の手技って言っていいんですか。手技ですね、手技、はい、大変失礼しました。いえいえ、はい、こんなお悩みありませんか、ぜひねご相談に乗ってもらってください。そして魂の、はい、こちらのねプログラミングもして、こうあなたはどんなプログラミングを持ってそして来ているかっていうこともねお話ししてくださいますから、いろんな面から福岡さんにねお話し伺ってみていただきたいなと思います。またあのこのねライフプロファイリングにご興味のある方はぜひ新式っていうところでね、はい、また開いていただきますと、プロファイリングここでお申し込み先っていうのがありますので、はい、ぜひねご連絡ください。私もプロファイラーですので、あなたの読み解きもさせていただきます。はい、ということでね、皆さんからのご連絡をお待ちしてます。はい、では最後にですね、はい、はい、福岡さん、皆さんへ、そうですね、何をお届けしたらいいですかね。何をお届けしたらいいですかね。はい、皆さん僕のところに来て、だってね横で見ててももうお肌ツヤツヤ、50歳には見えません。今30歳ぐらい見えますよね。大体そうですね、30、40ぐらいで、うん、まあ、はい、見られますね。ね、はい、ということですね。はい、最後にっていうと、はい、最後に、まあ、皆さんに、はい、そうですね、自分を痛めつけないで、はい、はい、傷つけないで、はい、愛してあげてください。はい、ということです。皆さん今日この瞬間から自分を愛していきましょう。はい、ということで今日は整体師でエネルギー調整師、プロファイリング鑑定士、そして見込み集客セミナーの講師をしてらっしゃる福岡拓司さんをお迎えしました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい。